ボンドチャンネルをご覧いただきありがとうございます。本日はボンドカーズ浦和より車両紹介の動画をお届けいたします。今回もよろしくお願いします。よろしくお願いいたします。ボンドカーズ月です。で今回ご紹介させていただくお車がこちら BMW M4 CS CS ですね、はい、こちらになります、はいはい、これは、M4 の、まあ、さらにすごいやつっていう感じでいいですかね。で、まあ、一番最高方最高峰っていうのかな、はい、まあ、GTS とか GTS ですよね、まあ、その間ぐらい、はいを、まあ、いいとこ通りのコンペティションと GTS の中間みたいなぐらいで、そうですね、はいはい、そんな感じの車ですね、はい、でまず外観ボディカラーもすごいですねこれ。そうですね、はい、サンマリノブルー。あ、サンマリノブルーっていうんですか。いいですね。なんかあんまり BM 系じゃ見慣れない気がするんですけど、はいはい、濃いめですごく発色のいい、はい、ブルーのボディになってます、はい、そしてフロント周りこれノーマルですか。ノーマルですね、はい、それぐらいなんかこう、はい、社外感が出ちゃってるんですけど、はい、もうこれとかも、はい、これも純正ですね、はい、これが CS の専用パーツになるんですか。そうですね、はい、もうアフターパーツメーカー泣かせな。いや本当ですよね。なんかグリルとかも最初から黒くなってたりだとか、はい、でそのままぐるっとサイドに行っていただくと、はい、ホイールなんかもうホイールもなんか社外感が出てるんですけど。そうですね、フロント19インチ、はい、リア20インチという異形の、あ、前後異形なんですね、はい、なるほど。でブレーキももう M 定番のどでかいブレーキが、そうですね、はい、入っております。このモデルはカーボンではないですね。なるほど、はいはい、横のこの辺なんかもしっかり全部ブラックアウトしてあって、はい、もうすることがございません。 いじるところはこの窓枠とかももう全部、はい、ボンド泣かせな、はいはい、そしてルーフも当然カーボンですね、はい、カーボンになってるっていう、はい、いや本当にいじるところなくなっちゃいますね、うん、でリアが20インチと、はい、リア20インチ。出面もなんかすごくいい感じなんですけど、本当にちょっとこれ車検通るんですかっていうぐらい、はあ、見るからに軽そうな、はい、ホイールも軽そうですよね。そうですね、はい、もちろん単造ですよね。そうです、はい、また色がこの絶妙な、はい、黒シルバーにしない、はい、しないあたりがガンメタのサテンな感じが、はい、そして後ろに回っていくとこれってもしかして GTS と同じテールですか。そうそうそう、あ、本当ですか。 GTS と同じ、あの LED の、はい、これびっくり価格のテールですよね。そうそうそう、キラキラキラって。 いくらだか知ってますこれ。いや知らない、いくら。確かですけど150万円ぐらいするとかっていう。本当に。いや本当です本当です本当です、はい、むちゃくちゃ高いらしいですよ、はい、なんか有機 LED かなんか使ってるちょっと特殊な光り方するテールランプですよね、はい、これは CS からってことですか。 CS はこれ。コンペティションじゃこのテールついてこないんです。コンペティションDTM のチャンピオンエディションだとこれじゃない。あ、そうなんですか。今カメラマンがついてきませんってじゃあこれがついてるのはもう GTS か CS か。 CS か、めちゃくちゃ特別なテールランプ、うん、はい、こんな造形なんですね。えらいことになっております、はい、そしてこの辺も、ね、もう社外かなんかドイツのチューナーのパーツですよっていうような、うん、はい、そんなスポイラーが、はい、と、まあディフューザーも、はい、ね、あ、真ん中はちゃんとカーボンになってる、はい、そしてなんかマフラーとかも切りっぱなしで、切りっぱなしでかっこいいですね。 M のロゴが入ってて、はい、なるほど。めちゃくちゃこう外装スパルタンだし、もうなんか社外感が出ちゃってますね、うん、はい、もう何もしないでもうちょっとローダウンぐらいでいいかなっていう、はい、めちゃくちゃかっこいい車になってます。外装もそうですし、はい、内装も、あ、内装も違うんですか。ちょうどいい、はい、ちょっと内装もレーシーな感じ、はい、まあ、あとちゃんと CS の、あ、なるほど、この辺もちゃんとついてくるわけです ね、はい、いや特別感がにじみ出ております。で、はい、このモデルは、はい、コンフォートアクセスはついてないので、はい、ドアロックついてないんですか。ドアロックの開閉は、はい、もう普通のキーレスっていう、はいはい、なのでリモコン操作で開けてもらう感じ。内張りなんかも、はい、これな、まあ、軽量化合わせて、ほう、これすごいっすね。しかもドアポケとかもないんじゃないですか。なしです。じゃあもうスマートキーがないのもあえての感じなんですね、うん、まあスタートストップはボタンだけども、はい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 、ドアの開閉ロックはリモコンで操作してます。マジですか。まあこの辺も多分軽量化のための、はい、
素材ですよね。しかもまあ開け閉め、まあ、かろうじてレバー残ってますけど紐がついてるじゃないですか、はい、紐で引っ張って、はい、すごい。へえ。そしてここもちゃんと M カラーになってます。 M カラーになって、はあ、なるほど。そして内装は意外や意外、なんかこれだけスパルタンに行くともっとレーシーなシートかと思いきや、はい、意外に普通の程よいバケット感があって、はい、セミバケ的な、うん、はい、GTS とかチャンピオンエディションの、はい、あのフルバケなんかのと違って、はいはいはい、ちょうどいい、はい、そこまでちょっとタイトな感じで、シートのこの背面のところも、まあ、肉抜きしてあるんだが、あー、本当だ、こんなのあるんですね初めて見ました。蒸れない。あ、確かにそうかもしれないですね、はい、そしてちゃんとこのロゴが、まだフィルムが貼ってありますよこれ。そうですね、はい、はあ、でシートベルトもやっぱり、はいはいはい、ちゃんと M カラーに M カラー入って、はい、なってるっていう。で内装もインテリアのトリムもアルカンタラ、はい、使いながらステアリングもそうですね。なんかもうギリギリのところまで攻めてますね。そうそうそう、はい、ちょっとスパルタンすぎないギリギリのところを、うん、確かにちょっとこうフルバケとかになっちゃうとこうスポーティーでいいんですけど、うん、ちょっとこう窮屈さというか体育会系な感じが出すぎちゃうじゃないですか。で実際乗ってみても、はい、GTS ほどガチガチじゃなくて。あ、そうなんですか。乗りやすくしちゃうみたいな。あのノーマルの M、M4 よりはちょっとハードなので、はいはい、街乗りでちょっとこう気持ちを高めたいときはちょうどいい。なんか馬力もちょっと出てるんですよね、こっちの方が。純正比で、ノーマル比で29馬力アップ、はい、なので460馬力か。なるほど。なので GTS なんか500、はい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 、ね、まあ、そこまではいかないけども大台超えちゃってますけど、うん、はい、本当になんかちょうどいい感じですね、うん、えいやーっていう乗んなくても、はい、確かに楽しめるっていう、はい、ちょっと乗ってみていいでしょうか、うん、はい、あ、ちゃんとこの辺も CS って入ってるんです ね、 ね、はい、よいしょ。いや、全然ちょうどいい感じです、はい、タイトすぎず。そうそうそう、はい、この辺のサポートすごいっすね、うん、めっちゃ張り出してて。で、多分軽量化云々なんだろうけども、はい、各調整は手動なんですね。電動化してないあたりが本当だ、いいっすね。本当だ。ノーマル比で多分30キロぐらい軽い。あ、じゃあこういうのの積み重ねで軽くしたんですね、うん、あとはドラシャもカーボン。え、そうなんですか。まあ、ちょこちょこ軽量化してる。すごい、これはいいですね、うん、はい、僕好きなやつです。内装も本当にアルカンとレザーとうまく使って、うん、はい、非常にレーシーな。ダッシュパネルもね、はい、BMW にありがちな感じじゃなくて、はい、ちゃんとこうレザー張り込んでて、はい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 、ちゃんと上レザーですもんね、うん、これ全部アルカンになっちゃうとちょっとスポーティーすぎるかなっていう感じしますけど、うん、ちゃんと部分的に、はい、使ってます。でセンターマーキングはなんか抜いてますねこれ、うん、ただこの辺はちゃんとついてるんですね。そうだね、はい、うん、マルチファンクションと、はい、でオーディオもしっかり、ナビもこうそぎ落としすぎないあたりが、はい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 、でこうカーボンも無駄に使わずにね。そうですね、カーボン柄は確かに、うん、カーボン柄一切ないですね、うん、でこのピラー天井は定番のアンスラサイトで、うん、はい、この辺はアルカにしないんですね、あえてあたりが BMW の、多分そこまでやっちゃうと多分また値段がね、なるほど、いっちゃうんじゃないですかね。まあこのあたりは、はい、後から張り替えてもね、はい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 、できますからね。できますね、はい、はい、いや、しっかりなんか必要な装備全部残ったまんまレーシーに上手くなってますね。わ、いいですね。ちょっとこのサイドブレーキもちゃんとアルカンでブーツになってて、ちゃんとこの辺も全部レザー でその、 あのエアコンの吹き出し口の横の CS、はい、本当だ、パンチング、これいいですね、うん、はい、でさりげなく、はい、特別感が、うん、はあ、そして後ろは、後ろもドア張りというか内側のパネルカーボンなんですね、これ。そうそう、素材がね、はい、この辺でだいぶ軽量化を頑張っている、ね、はい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 、なるほど。後ろなんかはもうこれシートとかは普通の、普通ですね、M の、はいはい、普通のモデルと同じ感じですね。ちょっとかけてみてもいいでしょうか。ありがとうございます。
ございます。いや、メーターはもう BM の定番のアナログの見やすい感じで、はい、音がめっちゃいいっすね。いやー、これはいいっすよ。そして走行距離も、はい、走行もすごい少ないんですか。4000キロじゃないですか。まあ今時鳴らしとは言わないだろうけどね、はい、もう鳴らしも終えて、そうっすね、鳴らし運転がちょうど終わったぐらいの、はいはい、めちゃくちゃコンディションいいっすね、うん、ステアリングも剥げてないし、確かに、うん、アルカンターラがこうテカテカになってないですもん、うん、まだケバケバのまんま残っております。そしてシートも意外にフルバケとか慣れてるとこう降りるときにこうやるじゃないですか、うん、はい、あれいちいち電動だとこう、そうですね、遅っつってなりますからね、はい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 、まあクーペなんである程度ドア開口部広いですから、うん、下げる必要もないかもしれないですけど、でもシート良くない？いいっす、うん、いいっすよね、はい、うん、で意外にこの穴は気にならないっていう、座ると特にこのサイドサポートでかさがいいっすね、うん、めっちゃしっかりしてます。いや、これいいっすよ。なるほど、こんな感じで後ろはもうまんま一緒ですよね、最初、はい、なるほど。いや、本当に何度も言いますけどいいっすよこれは。いいねこのシートかっこいいよね。これかっこいいっすね、うん、ちょっと近未来感もあって、うん、はい、ちょっとこの M の刺繍も、はい、じゃあ続いてちょっとトランクも見てみたいと思います。この辺は一緒ですか、変わらずな感じですか。一緒じゃないかな、はい、多分素材も多分変わらないと思いますね。なるほど、はいはい、結構容量ありますよね、うん、はい、でちゃんとあの64分割で倒せるので、はいはいはい、もできるんで、トランクスルーはついてます、ね、まあ、割と、はい、じゃあ本当にどこでも行けるじゃないですか、うん、サーキット行っていいし、行けて、はい、旅行行ってもいいし、ゴルフ行ってもいいし、はい、マルチに使えますねこれ。いや、ちょっと久しぶりにかなりワクワクしてます上がる感じ、はい、いやー、いいですよ、はい、そしたら最後ちょっとエンジンルームを、はいですね、見てみたいと思います。わ、すごい。え、この辺も全部最初からついてる。これは最初からそうですね、はい、これベースっていうかエンジン自体は変わらず、そのチューニングっていうかでパワーアップしてる感じなんですね、うん、なるほど。じゃあもし例えばモアパワーを求めるんであれば、その普通の M4 のチューニングパーツでいける感じですけど、補強したりとか、うん、チューニングしたりとかっていうのもできるという、うん、はい、はあ、いや、いい感じじゃないでしょうか。でもあえてこれなんかやりすぎてないんですね、カーボンになっちゃってるとかっていうんでもないんですね、まあインシュレーターはないですけど、確かに、うん、そういうのもじゃあ省いてるんですかね。そうなのかな。そうですね、普通ついてますもんね、うん、ここに、うん、はい、ところどころにこうちょっとスパルタンさが垣間見えて、はい、じゃあさっき言ったように本当ちょうどいいですね、はい、ハードすぎず、確かに、ちょっと街乗りだったら最強かもしれない。いや、最強だと思いますよ、はい、乗ったことある GTS とかないですよ。 ありますコンペティション、うん、チャンピオンエディションとか、はい、結構ね、はい、ハードなのよ。すべてがす、うん、乗り心地とかシートとか、はい、まあ、楽しさで言ったら、まあ、そっちかもしれないですけど、やっぱりある程度のものを犠牲にしなくちゃじゃないですか。まあ、好みですからね。まあ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 、そうですね。ただやっぱり基本街乗りってことを思えば、はい、もうベストチョイスな感じ。確かに、ね、これだったらまだギリオールラウンダーとして使えますからね、うんうん、なるほど。じゃあちょっと点灯周り見てみたいと思います。お願いします。一旦エンジンかけます。お願いします。あー、もうデイライトスモールはもう定番というか予想通りの光り方ですね。はい、ロービームは LED が両方光る感じですかね。はい、でハイビームがそれがそのまま上に持ち上がる感じでしょうか。はい、ウインカーかっこいいっすね。ウインカーはちょうどこの上のところとミラーの端が、はい、続いてちょっとリア見てみたいと思います。あ、スモール、この
有機 LED がこう全部光る感じで、横から見るとさらにすごいっていう、はい、こんな光り方をするみたいです、はい、でウインカーはそれぞれこの上の部分が、そしてブレーキはこのちょうど間ですかねが光る感じでしょうか。でバックはこのトランク側、外側が光る感じですね。そしてバックフォグは、バックフォグはこのトランクの内側ですねが光る感じです。続いてちょっとマフラーの音も聞いてみたいと思います。お願いします。いいっすね、月村さん。最高です、はい、これマフラーノーマルなんですよね、これで。ノーマル純正です、ね、めちゃくちゃいい音してたじゃないですか。そしてこちらのお車はもう最初に言うべきだったんですけど、はい、限定なんですよね。そうですね、めちゃくちゃ貴重なお車で、いやでもこれはいいっすよ、はい、最高です。ちょっとこの特別感と、はい、もうちょっと高いだけあるなっていう、うん、はい、通常の M4 とちょっとやっぱり違うなっていう感じました、はい、そして毎回聞いてるんですけど、これなんか触るとすれば、はい、そうですね、車高ぐらいですか。車高ちょこっといじるぐらいですかね。もうちょっと下げたいですよね、はい、ちょっと若干腰高感が、うん、はい、個人的にはこのまま乗りたいです、はい、まあまあもう完成してますからね。そうですね、もうこの車外化っていうぐらいのこのエアロパーツと、はい、至る所こう黒くなったりとか、はい、まあ、このまま乗っていただいてもいいんじゃないでしょうか。はい、というわけで今回はボンドカーズ浦和より BMW M4 CS をご紹介させていただきました。車両の詳細は動画の説明欄よりご確認ください。最後までご視聴ありがとうございました。